心さんとスクリーム行ってきたぞー。おい、心さんってゆっくり実況者の心 CH さんか？チャンネル登録者15万人超えの？そうです、その心 CH さんです。そんな大物と一緒に遊んでるなんて、大金でも積んだのか？貯金なくなっちゃう。大好きなおやつなわけあるかい。少し前から Twitter で絡みがありまして、たまたま時間があって一緒にスクリームに行くことになったよ。霊夢、よかったなー。こんな日が来るなんて思わなかったよ。涙が止まらん。それは少し大げさかもだけど、遊ぶことが決まった時は、本当に嬉しかったよ。話している間に降下しちゃうね。スクリームなので降下は過疎地のガソリンスタンドを目指していくよ。さすがにトリオならガソリンスタンドに来ないよね。めっちゃいるじゃん。なんで霊夢、そっちのアンテナは？うん、こっちはいけそうだね。こっちにしようか。あれ、めっちゃいない。霊夢気づいてない。心さんのボイチャで気づいた。聞きます。ここは声もお届けしたかったわ。パーティメンバーみんな叫び回ってたよ。なんそのカオス状態。なんとか端まで来たね。敵さん、サージ対策でめちゃ撃ってくるね。終盤入る前に少しでもダメージ稼ぎたいんだろうな。いて、一点食らっちゃったな。さすがに死ぬことはないだろう。でもなんか嫌だよな。こっちだけダメージ食らってるなんて。別にいいだろ。嫌だ、私たちが降りたかったアンテナを占拠されて、しかもダメージを与えてくるなんて。気持ちはわからんでもないけど。こっちにダメージを与えてやる。霊夢、あの距離だぞ。無理はするなよな。一か八か、だね。あ、当たった。霊夢、それはナイスだぞ。うおー、ボイチャで心さんからお褒めの言葉をもらっております。大丈夫か？それ妄想じゃないか？わかんない、でも妄想でもいい？いいのかい。コーニーコンプレックスまで移動してきたよ。あれ、ここ誰もいない？おい、フリーだぞ。なんでさっきのガソリンスタンド付近にいっぱい来て、このでかい街はフリーなんやねん。まあスクリームだからな、みんな生き残りたいだろうし、過疎地に降りるんだろうね。まあ、チャンスだし、あさりましょか。お、コズミック宝箱じゃないか。トリオなら3人分の強武器が手に入るから、周りに敵がいなかったら開けたいね。これらまた同じで魚振られやすいから注意。経験者は語る。お、青ボン1つ、青タク2つか。心さんが青ボン持ったみたいだね。私はエイムに自信がないので青タク。コーニーコンプレックスでは特に敵は来なかったよ。ガソリンスタンドの方に移動します。敵がいないとストームサージが怖いんだよね。ダメージも与えれないからな。ガソリンがなかったので給油していくよ。給油担当は心さんです。なんでヘンチマンの車に乗ってるんだ？心さんに教えてもらったけど、スピードだけじゃなく、窓割られるまでダメージ受けない優れものみたい。ほえ、知らなかったな。トリオ、ジオで移動するときの選択肢としていいかもね。アンチ内まで来たよ。うお、びっくりした。敵かと思ったよ。ボイチャでもみんな驚いてました。この NPC を倒すとヘビアサが確定で出るのは大きいね。わっつ、何があった？山の上にいる敵にスナイパーを当てられたみたい。見事にサージ対策をされたな。詰めてこないと思うけど、一旦、ここに拠点を立てることにしたよ。残り68人。これはストームサージが来るな。なんとかここで少しでもダメージを与えたいね。お、移動しているな。ワンチャン当てれないかな。くぅ、全然タイミング合わなかった。敵さんたちも相当警戒してるね。当たらないね。でも心さんが当てたみたい。ナイス、ストームサージ警報が来るまで、少しでもダメージを稼ぎたいな。心さんから対空いけるとの指示が来た。これは当てるしかないね。お、一点当たった。くぅ、一点だけだったか。心さんたちも当ててたみたい。チャンスがあったらまだ当てたいね。おい、移動のご指示が来たぞ。この瞬間マジ怖えー。壁に切り替えていつでもガードできるようにしときましょう。アンチ内まで移動できたね。ナイス移動だったな。次はストームサージとの戦いだね。ストームサージ警報来た。
161錠、今は大丈夫だけど、最後まで持つかどうか。直にならない限りはここでこもってる方がいいかもね。やばい、90以上に下がってる。まだ大丈夫。やばい、イカになったー。突撃指令が出たぞ、撃ちまくれー。いて、敵さんあの状況で撃ち返してくるとかやばいな。今にいか、なんとか異常にしたい。当たった。なんとか異常になったぞ。あっとな、マジでギリギリやんけ。しかもアンチに入ってるぞ。よし、一旦ここで耐えよう。次のアンチが決まったよ。移動アンチだな、進行が必要だね。もう一回ストームサージも来そうだな。隙があったら攻撃もしたいところ。さあ、心さんに進行してもらっているよ。ついていこう。下から撃たれてる。落とす気だな、そうはさせない。そしてストームサージ警報。しかもイカか、これはきつい状況。進行で進みながらどこかにダメージを与えたいね。心さんが被弾した。霊夢、進行変わります。あんた、進行できるのか。三角のトンネルなら、今思えばボックスの進行にすればよかったよ。てかめちゃ重い、建築立たない。終盤で人数が残ってるとこうなるからな。ゆっくり進もうぜ。もう無理、心さん、進行変わってー。イケメンすぎた原爆。よし、心さんの進行についていきましょう。うおおお、ついていくでー。上からの攻撃やばいな。カバーしていきましょう。ついにストームサージが発生に変わってしまった。いてぇ。そして一人やられてしまった。こいつを倒すしかない。痛い、ストームサージが痛すぎる。心さんが削ってくれてるけどなかなか異常にならない。そして、私が暴れたせいで心さんとはぐれてしまった。死罪もレイ、きつい、きつすぎる。頑張れレイム。うおお、最後のあがきじゃー。心さん、ごめんなさい。 GGまあ、よく頑張ったよ。途中ではぐれてしまった。もっと取り上げないとな。でも動画には映ってないけど、心さんとの会話、めちゃくちゃ楽しかったです。大人は勝つことが全てじゃないもんな。ナイスエンジョイ。とはいうものの、悔しいことには悔しいので、またスクリームの動画を上げようと思います。まだ一回しかビクロイしたことないからな。練習していこうぜ。練習します。最後となりますが、心さん、今回は遊んでいただきありがとうございました。そして視聴者の皆さん、ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それでは。